なるほど。じゃあ制限時間内になるべくたくさん投げた方がいいんですか？ってことは、近くに投げて回数を稼いだり、逆に遠くに投げて1回の得点を大きくしたり、戦略を立てられるってことだな。ああ、そういや、俺がとっさに投げたディスクもジャンプして取ってたな。わかった。あ、それならその間私たちがマックス君を見てましょうか。お、胸の高さで水平に。と、大体の感覚はつかめてきたな。んじゃ、そろそろ。ここまでは順調だが、問題はここからだ。ディスクドッグはディスクを犬にキャッチさせて終わりじゃねえ。そのディスクを犬から受け取る必要がある。走ってくる犬からディスクを。弱気になるな。引き受けた以上やるしかねえだろ。おう、じゃあ早速投げるぞ。行け、マックス。お、シノノメさんすごい。綺麗にまっすぐ飛んでいったね。うん、それにマックス君もちゃんと追いかけてるよ。わあ、ジャンプしてキャッチした。かっこいい。俺があいつからディスクを受け取って、もう一回投げる。ビビるな。ビビるな。大丈夫ですか、シノノメさん。ああ、情けねえ。なんでお前が謝るんだよ。俺は自分の意思で引き受けたんだ。むしろ悪い。お前の大事な相棒なのにビビったりして。
もう一回やらせてくれ。次は絶対。なんだ、マックスたちは吠えてねえし、近くに別の犬でも。おや、東雲くんじゃないか。いや、こんなところで会うとは奇遇だね。上白さん。おや、望月くんと花里くんもいたんだね。元気にしていたかい？はい、お久しぶりです。ああ、学校の先輩だ。一応な。その連れてるワンちゃん、上白さんのお家の子ですか？毛がふわふわで可愛い。え、あれ？ワンちゃんの中からジーチーって音が聞こえてくる。まさかこれ。ああ、犬型ロボットだよ。部屋を整理していたら昔作ったものが出てきてね。せっかくだから改良して動作確認に来たんだ。このワンちゃん、上白さんが作ったんですか？すごいですね。こんなもんまで作れんのかよ。鳴き声まで犬そっくりなのかよ。ところで、みんなはここで何をしていたんだい？ああ、まあ、ディスクドッグって競技の練習っす。ディスクドッグ？へえ、そうだったんだね。しかし、大丈夫なのかい？その様子だと苦戦しているんじゃないかなと思ったんだ。特に犬のことでね。あ？なんで？演出家の洞察力を舐めてもらっては困るね。まあ実際順調ではないっすね。なるほど。リスクを投げるところまではいいけれど、受け取るのに苦戦しているということだね。はい。だから早く練習に戻らねえと。ふむ。僕が代わりに大会に出るという手もあるけれど、東雲くんは真剣にマックスくんと向き合おうとしているようだ。であればここはサポートに回らせてもらおうかな。大会は明日のようだし、焦る気持ちはわかるけれど、実戦練習の前にまずは犬になれる必要があるんじゃないかな。犬への苦手意識が強いままでは何回やってもうまくいかないだろうしね。それはだから、まずはそうだね、慣れたり遊んであげたりするところから始めてみてはどうかな。遊ぶ？そんなので効果あるんすか？私もそれいいと思う。そうですね、簡単な触れ合いから少しずつハードルを上げていけば、自然とディスクを受け取れるようになるかもしれませんし。まあ確かに一理あるか。だがいきなり撫でろって言われてもな。でしたらまずは私がマックス君を撫でてみせるのはどうでしょうか。会ったばかりの私でも撫でられるって分かれば少しは安心できるんじゃないかなって。わかった、じゃあ頼む。
は、こうやって手の甲の匂いを嗅がせて自己紹介をします。自己紹介？はい、犬も人と同じで、いきなり知らない人に触られたらびっくりしちゃうんです。なので匂いを覚えてもらって、心を許してくれるのを待ってから撫でるようにしてください。おお、なるほど。撫でるときはこんな風に顎の下あたりをそっと撫でます。頭やお尻は嫌がる子が多いので、初めましてのときは触らないでくださいね。こんな感じなんですけど、東雲さんできそうでしょうか？ああ、やってみる。まずは手の甲を前に出して、これは想像以上に苦手なようだね。くそ、犬に近寄られると体が勝手に反応しちまう。こんな簡単なこともできねえのかよ。東雲くんはいつ頃から犬が苦手になったんだい？原因が分かれば苦手を克服するヒントが見つかるかもしれないと思ってね。もしよければ聞かせてくれないかい？それは。わかった。話す。あの日は、確か、まだ幼稚園の年中くらいだったか。家族と公園に遊びに来てたんだ。